はいどうも、皆さんこんばんは、こんにちは、せつなです。ということで今回の動画はですね、実況ではございません。私がですね、初めて実況動画を投稿した日が今日なんですけれども、ですね、で、一番最初の動画ゼロ月はみの仮面を投稿し始めてからですね、本日で1年が経ちましたので、今更ですがですが、私の自己紹介、チャンネル紹介を兼ねてですね、今後の動画予定をですね、紹介していきたいと思います。では早速ね、私のね紹介をしていきたいと思います。私は、1998年生まれの、17歳です。現役高校生のゲーム実況者です。はい、かみかみです、すいません。まあですね、ホラーゲームが大好きでですね、特にゼロシリーズですね、和風の感じがですね素晴らしくて大好きです。はい、ではですね、私の自己紹介はこの辺にしといて、チャンネルの方でですね話していきたいと思います。私のチャンネルですがね私のチャンネルは、一人で音量体験というですねフレーズがあるんですけれども、そちらを型に、ホラーゲームを主にしている、チャンネルになっています。今までですねやってきたゲーム実況の方をね紹介していきたいと思います。まず第1弾、初めて私がゲーム実況をやろうと思ったソフトですね、こちらが、ゼロ月はみの仮面ですね。はい、で2作目、第2弾ですね、こちらが、ゼロの無印ですね。はい、こちらは現在進行中です。はい、すいません、投稿じゃんじゃんしていきます。第3弾がですね、生贄の夜です。こちらもね、Wii のゲームになっております。はい。で、第4弾、ゼロ、濡れガラスの巫女。こちらも現在進行中です。はい、すいません。もう少しで終わるとは思うんですけれども、はい、頑張っていきたいと思います。第5弾がですね、スプラトゥーンですね。5月28日発売した、スプラトゥーン。こちらも現在進行しております。はい。ではですね、この中でね、一番面白かったと思うのがね、月はみの仮面。こちらがね、一番面白かったですね、今まで。感動ありの、怖さあり。これはね、非常にいいゲームだと思いましたね。はい。はい。それではですね、今後やろうと思ってるホラーゲーム、こちらをね、お教えしたいと思います。まずですね、結果的に、今、濡れガラスの巫女を終わらせた後に、現在進行している、無印のゼロを終わらしてからの話になってしまうんですけれども、1個目が、ゼロ、赤い蝶。こちらをね、やっていきたいと思います。私の大好きなね、ミオマユが出るということで、非常に楽しみです。はい。で、2作目がですね、ゼロ、姿勢の声。こちらもね、やっていきたいと思います。はい、でこれが終わり次第、第3個目、ゼロ月はみの仮面、こちら2周目をやっていきたいと思います。主にね、ほうちゃん集めやっていきたいと思います。できればね、レイリストも集めたいんですけど、噂によるとバグで集められないっていう話を聞いたので、ちょっとその辺はね難しいかなとは思うんですけれども、やっていきたいと思います。はい、次第4個目、第4弾、ゼロ、シンクの蝶。こちらもね、やっていきたいと思います。成長したね、ミオマユが見れる、このシンクの蝶なんですけれども、こちらもね、やっていきたいと思います。はい。で、最後なんですけれども、こちら、プレイステーション2に戻りまして、クオン。こちらもね、実況していけたらなと思っております。はい。この先はまだまだ未定なんですけれども、和風というか、ホラーゲームはまだたくさんありますので、まあですね、言っちゃうとですね、Wii になるんですけれども、コーリング黒き着信や、こちらも Wii の恐怖体験呪音など、あとはですね、サイレンなんかもやっていけたらなと思っております。まあこちらはですね、いつやるかは未定なので、これから先楽しみにしていただけるとありがたいです。はい。でですね、もしかしたらなんですけども、今までに実況してきたホラーゲーム、例えば、
生贄の夜なんかもですね、もしかしたら2週目をやるかもです。はい、やるかもなので、こちらはまだわかりませんが、出てきたらなと思っております。はい、まあ1年がね、私のゲーム実況を始めて今日で1年が経つということで、こういうお知らせ兼自己紹介をさせていただきました。で、まあ私はですね、こんなに1年やってこれるとも思ってなかったので、正直良かったです。 Twitter などでもね、励みのコメントなど、リツイートなどね、いつもしてくださってる方は本当にありがとうございます。はい、最後になりますが、いつも私の動画を見てくださってる方、ありがとうございます。今後もね、視聴者様に面白いと思っていただけるような、動画作りを心がけて頑張りますので、応援視聴の方よろしくお願いいたします。ではですね、次回スプラトゥーンまたは濡れガラスの巫女の方を進めていきたいと思いますので、そちらの動画でお会いしましょう。はい、本日の動画もご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、 PC からは画面上のアイコンをクリック、スマホ携帯機器からのチャンネル登録は下のアイコンからよろしくお願いいたします。では次回の動画でもお会いしましょう。